E... É... 「友とを翻す」 君の弱いも女性でに寛容のこそで It is widely explained that a kadomatsu is a traditional Japanese decoration as Yorishiro of the New Year, placed in pairs in front of homes to welcome ancestral spirits or kami of the harvest. However, Nobody knows nowadays why カ a d o m a t s is and what カ a d o m a t s is even in Japan 広林浜松市ジャパン Cadomats とは何なのかもう一度最初から説明してみたいと思いますカドの Tree of Life 命命のの木、生命の木生です。中央にあるのがその Tree of Life ですこの Tree of Life の今日はその中心部に注意してください3本の木枝あるいは棒が束ねてあります古来よりバビロニアメソポタミアではですね木を3本くくることによって生命を表すシンボルとしました 茎のところで3本の棒が束ねられているところに注意してください3本の棒を、まあ、上下紐のようなもので束ねられているのが分かりますこれが命の木の基本形ですそして門松もやはり3本の棒つまり竹が束ねられています なぜ門松が三本の竹なのかこれで分かっていただけたと思いますけれどもそれを裏付けるのが法隆寺の五重の塔の草林つまりてっぺんにある飾りということになりますこの草林はやはり悪堂の生命の木をかたどったものです日本ではこれを ストゥーパと説明していますがいわゆる生命の木を支えている支え棒のところがストゥーパの形に似ているからストゥーパというふうに説明されていますが支えは支えです支えを取ってみるとその形は悪ドの生命の木と一致します中央2つを見比べてみてくださいコンセプト形 全く同じですつまり法隆寺の五重の塔の草林は悪角の生命の木をかたどったものだということがこれで分かっていただけると思いますつまり日本と悪角とは深い関係でつながれているということですその一つが日本に残る門松ということになります三本の棒を束ねて生命を表したということです それが現在に風習として残って門松になったと私林博史は考えています左から悪門の生命の木中央が高隆寺五重の塔の総輪、そしてそのコンセプトはそのまま門松へと引き継がれています Fascis, a plural tantum from the Latin word fascis meaning bundle. Italian fascio is a bound bundle of wooden rods, sometimes including an axe with its blade emerging. The fascis had its origin in the Etruscan civilization and was passed on to ancient Rome where it symbolized a magistrate power and jurisdiction. The X originally associated with the symbol, the labrys, the double beaded X, originally from Crete, is one of the oldest symbols of Greek civilization. Fascist, or fascism. という言葉があります。ファシズムのファシストですもともとはラテン語の束束ねるの束という意味だそうです木の棒を束ねるというところからファシストという言葉が生まれたということになっています時にはそれに斧をつけることもありますウィキピディア百科事典によれば エトルリア文明がローマに伝わりそれが権威と司法の象徴になったとありますが本当にそうでしょうか古代メソポタミアにおいては木を束ねるということには生命に関してもっと根源的な意味があったと私林博史は考えていますそのことはメソポタミアアッシリアに残る生命の木を見ればわかります 生命の木は一本の木ではありません何本かの木が束ねられているのがわかります小さな謎ですがその向こうにはもっと大きな謎が隠されているのではないかと私は考えています広瀬林浜松寺ジャパン現代の 今はファーシスは権威と司法の象徴的シンボルとなっていますがそのファーシスとはファシストファシズムの語源にもなっていますこんな興味深い切手があります二人の人物が並んでいますそしてその両側にはそれぞれの 独裁者のシンボルが並んでいます左に見えるのがファーシスですねはいでこんなところから誤解を招いているのだと思いますけどもアメリカはその流れを汲む国家であるという噂も出ているようですで実際1ドル硬貨の裏にはそれが表現されています 左がムッソリーニ右がヒトラーということになりますでこんなところからアメリカ社会は第四帝国を目指しているのだというような噂も流れていますいわゆる都市伝説ということになりますえつまりは人の心を一つに束ねるイコール全体主義的な 政治をファシズムというようよになったわけけですけどもしかし、その奥はもっと古いということになります。これはある方のホームページですけども、この中でそれが説明されています。えつまり、アメリカという国はファシストの国であるということをですね、まあ、こうしてあれこれ資料を並べながら 解いておられるわけですですこれについてある方からですね、この要するにファーシスについて調べてほしいという依頼を受けました。で、私なりに調べてみましたが、ファーシスにはですね、もっと深い重要な意味があるのではないかと私は判断するようになりました。それが生命の木。 とということになります生命の木は一本の木ではありません。木を束ねるイコール命を束ねるという意味に私は解釈しています。その宗教的な習慣が木を束ねるというファーシスにつながったのではないでしょうか。そそしてそれが 現代に残っているということではないでしょうか、まあ、短絡的にね、ナチス・ヒトラーが同じようなシンボルを使っていた、そしてアメリカの随所に同じようなシンボルが見られるというところから、ナチスとアメリカを直接結びつけることには無理があるのではないでしょうか。 で、皆さんにバビロニア、アッシ,シリアに残る生命の木をご覧いただきます中央にあるのが生命の木ですけれども赤枠をつけた部分に注意してください生命の木というのは1本の木ではないことが分かります複数の木が束ねられていますそしてその束ねられている様子も表現されていますつまり、 束ねるイコールファーシスという言葉はこういうところから生まれたのではないかと私林宏は考えていますもう一度左の Tree of Life とそしてファーシスを見比べてみてくださいコンセプトが全く同じであることが皆さんにも 分かっていいただけると思いますそしてそのファーシスは日本の奈良の法隆寺の五重の塔のてっぺんにもありました続く動画をどうかご覧になってくださいバイフォーネ o w Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about sorin, or a sort of a decoration, usually you can see at the top of a pagoda here in Japan. You see one of them at the top of a pagoda in Horyuji Temple, Nara, Japan. At the sorin, I, Hiroshi Hayashi, would like to say that it is the oldest tree of life that exists in the world now, or you may say it is the oldest Christmas tree in the world. Add to the concept of the tree of life, which Peter write as follows: The concept of a tree of life has been used in biology, religion, philosophy, and mythology. A tree of life is a common motif in a various world theologies, mythologies, and philosophies. It's a to the interconnection of all life on a planet and serves as a metaphor for a common descent in the evolutionary sense. The term "tree of life" may also be used as a synonym for sacred tree. 現存する世界最古のクリスマスツリーは、実は法隆寺にありました。法隆寺の五重の塔のてっぺんにある草林と呼ばれる飾り物がそれです。が、この日本では、それはスチューパをかたどったものだということになっています。スチューパというのは、もともとブッダがダビにふさえた際に残されたブッシャリを収めた塚を言います。塔場とも言われています。 そのフチューパに形が似ているから、そのように考えられています。が本当にそうでしょうか今日はその謎に迫,迫ってみますが、聖徳太子が混流した法隆寺に、そもそも塔場などあるはずもないのです。その説明もこの動画の中でしますが、法隆寺の五重塔の僧林は、フチューパなるものをかたどったものではなく、バビロニア、メソプタミアにレリーフとして残る生命の木です。 生命の木そのものです。つまり、双林の支えとなっている円形の枠を、その形がフチューパに似ているから、フチューパと誤解しているということになります。が、それだけではありません。その生命の木が、クリスマスで祝うクリスマスツリーの原型になっていることを忘れてはいけません。クリスマスツリーです。今では、キリスト降誕祭、つまり、 クリスマスにはなくてはならない飾り物ということになっていますが、元はといえばバビロニア、メソポタミアの神々の生命の木でした。それがゾラスター教、ミトラ教へと引き継がれ、それがキリスト教へと繋がっているということです。そのこともこの動画の中で説明しますが、それはさておき、そうなるとバビロニア、メソポタミアに残るレディーフを除いて、現存するクリスマスツリーの中で、 法隆寺の五重の塔の装林が世界最古のものであるということになります。わかりますか世界最古のクリスマスツリーは皆さん、この日本にあるのですよ。それが法隆寺の五重の塔のてっぺんを飾っている装林ということになります。では、画像を見ながら説明します。皆さんを法隆寺へ案内します。法隆寺です。 そして、五、え、重、ー、の塔です。この五重の塔のてっぺんに、草林と呼ばれる。言うなれば、飾り物があります。これがその草林です。で、法隆寺でも、まあ学校でもですね、この草林は、フチューパーをかたどったものだと説明しています。右が、生命の木です。メソポタミアのレリーフに残る、えー、生命の木です。 で、双林の、まあ、検証をしてみます。これが法隆寺五重塔に残る双林です。右がメソプタミアのレディーフに残る、まあ、生命の木ですね。この双方をまず簡単に見比べてみてください。枝のようなものがですね、くるんと下側へ曲がり込んでいるところまで同じなんですよ。 中深くご覧ください。ここが今日のポイントということになります。なあち、左の法隆寺の草林は、右のメソポタミアの生命の木と大変よく似ているということですね。となりますと、この丸い円形のものは何かですけども、私は支柱と判断しました。いわゆるまさ、あ、さえですね。 で、その支えをとってみますと、こういう形になりますが、それはそのままメソポタミアの生命の木と同じになります。上にいるのはこれマフダ・アフラマザーではなくて、メソポタミアではエンゼルと呼ばれていました。これが生命の木ですね。天使ですね。まあ、あの、先ほどのはね。で、これが、まあ、生命の木。左が法隆寺の五重塔に残る草林です。 主部ご覧ください。この下側へぐるっと回り込んで、そしてこの束ねてありますね。この束ねることにも宗教的な意味があるんですよ。いわゆる魂を束ねるという意味からね。まあそれはいいんですけども、みんなですね、成田さんの、まあ、あります、えー、我々も生命の木ということになりますね。もう生命の木と断言していいと思います。で、これが、左がメソプタミア、右が法領寺の五重塔です。そして、 中心を見ますと、やはりこうなってますから、束ねてあるっていうことですよね、えー。束ねてあり、そして、その、縦棒がですね、縦の棒というか、茎って言います。なんて言ったらいいのかなそれがやっぱりこう三本になっているところも同じだということです。左が生命の木です。右が法隆寺、五重塔に残る草林です。比較してみてください。 皆さん自身の目で比較なさることが重要かと思います。いかがですかで、同じものがですね、実は荒野山にもありました。これは根本大頭の隣の寺にあったものですけどもね、あの、このてっぺんを見ていただきたいと思います。ここにもやはり同じような生命の木が、あをかたどった草林がありました。 右が成田山です。まあ、ランドですよね。で、中央に法隆寺の五重の塔の草輪を置いてみます。みんな同じだということに皆さんお気づきになると思います。で、問題はなぜ同じかということですよね。なぜみんな生命の木をかたとった草輪を、まあ、塔のですね、えー、てっぺんに乗せているかということですよね。 それにはですね、まあ、神々の歴史を簡単に振り返ってみる必要があると思います。では、簡単に神々の歴史をおさらいしてみたいと思います。アフラマズダ、あるいは、まあ、天使だったかもしれません。で、それを、まあ、アフラマズダを信仰して,信奉してですね、ザアストラがドラスター教を起こし、その流れの中からミトラ教が生まれます。そして、ミトライコール聖徳太子です。 その証明もいたしました。で、聖徳太子は法隆寺、それから五重塔を建立します。そのてっぺんに草輪を乗せます。そして、ミトラ教はミレ礼となりますね。密教です。未、密教というのはミレ礼の当て字です。ダシルルンポへ現状三蔵が行って、そして密教を長安に持ち帰ります。その長安へ空海が行って修行し、密教を日本へ持ち帰ります。そして、今後無事を開きます。 これが根本大道です。そして、塔を見ていただくとわかりますように、上が成田山の青蘭堂です。同じですね。こういう流れの中から、えー、生命の木が日本へ伝わったというふうに考えられます。あれ逆だったかもしれませんよ。それがまたね、あの、こうした古代の謎の面白いところですよ。そして、聖徳太子はミトラ棒を被っています。まあ、これはあの、 聖徳太子の像は、これは後にできた、まあ、像図ですけどもね、えー、同じようなコンセプトでみんな描かれています。そして、その流れ、左に行ったね、ギリシャ彫刻では、ゼウスがサンダーボルトを持つ。それが、チベットでは、バジュラになり、そしてゴコションになり、空海の帝と渡ります。このような流れの中から、ナイターさん、それから、今後、無事、それから、いわゆる、まあ、五重の塔、法律寺とつながっていくわけです。これで皆さん、分かっていただけましたね なぜ、これはの、まあ、3箇所にですね、えー、生命の木をかたどった、いわゆる、ま、なってますか、があるかという、えー、ことになります。で、ちょっと話はそれますけども、まあ、クリスマスツリーですね。いわゆる生命の木です。これが生命の木ですね。そして、えー、これはメソプタミアのレ、えー、リ,リーフです。r e e of life です。 中央に tree of life が飾られています。何かの真珠をしているように見えますね。いわゆる永遠の命を授かる、まあ、木ということになります。そしてこれが、えぇ、ー、草ですね。比較してみてください。ここにこのような形で置いてみますと、まあ、しっくりと収まると言いますか、同じということですよね。要するに。なぜその五重の塔に、法領寺の五重の塔に草輪があるかといえば、 ミトライコール聖徳大使だからです。 で、ミトラと仏教の関係を考えてみたいと、ミトラ教とですね、ブッダの関係を考えてみたいと思います。12月25日、ミトラは母アニヒータのもとで、主女解体で馬屋で生まれます。そこへ3人のマギがやってきて、ミトラを祝福します。これが3人のマギです。3人のマギというのは、ペルセポルスに住んでいたカンプジア、ストダナゴータマ、それにダリウスです。 これが、この三人がミトロの誕生に駆けつけて、えー、ミトロの誕生を祝います。こうしたまあ名前がついてますけど、これは、まあ、後でキリスト教徒がつけた名前です。で、三人のこの眉毛を見ていただきたいんですけども、皆同じフリジア帽をかぶっていますね。そしてトルコのマントを身につけています。となりますと、二番目はストダのゴータマ、すなわち、私たちがブッダと呼んでいる知ったルタゴータマのお父さんということになります。 これがサントアポリナーレ寺院ですけどもね、ここにその世界最古の三人のマギの、えー、モザイク画が残っています。で、この三人のマギが、キリスト教徒側の方ではですね、イエスの誕生の時にやってきた三人の賢者、三人の博士、あるいは三人のマギと説明されています。しかし、マギというのは固有名詞ですから、キリストの誕生に間に合うはずがないんですよね。三人、その、 三番目のダリウスがですね、中央の人だなゴータマを倒して、くについたのは、紀元前522年ですからね。ですから、どんなに頑張ってって、まあ、あまあ、キリストの誕生には、間に合ってか、先に、先の人ですからね、ダリウスはね。まあ、これはみんな、まあ、偽の名前だということを説明しています。これはまあ、トルコのケープを身につけている。っていうことですよね。ですから、 ここで、まあ、仏教、ブッダ、ブッダのね、お父さんがここにいたということになりますと、仏教とミトラ教の接点が生まれるわけです。なあち、ブッダのお父さん、なあち、人だな、ゴータマが、ミトラの誕生に駆けつけているということですね。なあち、まあ、上下の位から言えば、ミトラの方が上だということです。ですから、ミトラの化身である、聖徳太子がですね、ブッダを祀るはずはないわけです。 祀るとしたらザラス,ストラドルになるわけですけどもね、ミトラ。もしくはザラス、ザラストラってことになりますよね、ミトラの上。超異心はザラストラですから。で、まあ、この、サンタクロースもですね、フリジア帽を被っていることに注意してください。これはセリキムラさんが教えてくださいました。で、ダリウスの話もちょっとしておきたいと思います。まあ、ダメ押しってことになりますけど、これ3番目ののがダリウスです。 えーまあ、ダリウス、ペルセーポリスに残る碑文によればですね、えー、カンブジャーがエジプトに行っている間にストダマゴータマが位を奪った、ったと。で、ゴーダスたちを位置づけて、ダリウスがストダマゴータマを追い出します。そしてそのストダマゴータマは息子のですね、セッダアルタゴータマすなわち、シッダアルタゴータマすなわち、私たちがブッダと呼んでいる、えー、シッダアルタゴータマを連れて、ネパールへと、ネパールの現在のルビニあたりへと逃げていったと考えられます。 カンブジアはそのままね、まっすぐルート1に沿って、えー、プレハビエへ行ったものと考えられます。ともかくも3番目にいるのが、これがダリウスです。ですからダリウスが、紀元前522年、あるいは520年にですね、4月1日に、クライに着いたときには、もう、カンブジア、それからストダナ・ゴータマは、ペルセ・ポルスにはいなかったということになります。ですから3人が、マギこれ3人をマギって、3人のマギって言うんですけどもね、こういう名詞、3人のマギが、 いわアルマ、ミトラの誕生に駆けつけた時には、まだこの3人は仲が良かったということを表しています。が、その後、ダリウスは2人の前の王を追い出して、自らがグレイト、いわゆるマ、まあ、ダリウス大王として、ペリステポルスの、まあ、王として君臨します。ダリウス一世ですね。そしてこうして比較してみますと、正確に、えー、サンタポルナレの壁画はですね、ダリウスを表現していることがわかります。これがダリウス、グレイトです。そして一番前のいのがカンブジアです。 そして2番目が、人だらごうたま、すなわち、ブッダのお父さんですよね。ブッダのお父さんです。そしてこの、この像はですね、ブッダ像、苦行中のブッダになってますけど、私は人だらごうたまだと思います。その証拠にですね、台座のところに、ゾラスター教の真人の模様が、このように彫り込まれています。中央で火を焚いてますね。そして、まあ、上半身、剥き出した、まあ、南天仏教独特の、衣を着て、えー、僧たちが何やら、まあ、 儀式をしています。この儀式というのは、まさに、ゾラスター教の神事であるということです。まあ、ともかくも、二番目にいるのが、ストダナゴータマになります。その息子が、セッダアルタゴータマということになります。ここでは、一応、まあ、シッダアルタゴータマというふうに表現しておきました。苦行中のブッダという名前になってますからね。まあ、それだけではありませんね。まあ、こうして精査していきますと、いろんなことがわかります。右が、ミトラ像ですね。皆さんご存知のミトラ像です。そして、トルコの トキシケープを身につけています。襟巻きも特徴がありますね。そして模様も一緒なんですね。これ面白いですね。まあ、偶然の一致ということなんでしょうかね、模様というか。あの、ミトラの模様も同じのはあります。ごめんなさい。それからこれが、左が、あの、まあ、三人の賢者がやってきたということになってますけど、となると、三人の賢者というのは、三人の前に、すなわちペルスポリスからやってきたスターゲイザーということになります。今この、 トルコのケープと比較していただいています。どう考えてもこの左の人は、えー、ミトラ、ミトラ棒、まあミトラ、今日のシンボルであるフリジア棒を被っているとなりますと、キリストの、えー、生誕の時にですね、キリストの元に駆けつけるはずがないわけです。 なわち、まあ、その後ですね、キリスト教は徹底的にミトラ教を弾圧しますからね、ポーズも同じですよね。ここに注意してください。姿勢も同じということです。なわち、この三人はミトラ教の、まあ、いわゆるまあ、ミトラうゾラスター教の流れを組む、まあ、信者である。なわち、カンブジア、それからストダナゴータマ、それから三番目、一番左がダリウスということになります。 そして、ストダーゴータマがダリウスに追われる形で、息子のシッターアルタゴータマ、なわちセッターアルタゴータマですね、宇宙の解放者、宇宙の真理の解放者という名前だそうですけども、連れて現在のパールのルンビニあたりへ逃げていきました。そしてそこで仏教を起こします。 私は父親のセッダールタゴータマと、ストソダナゴータマとですね、ごめシタールタゴータマ二人で仏教を起こした、起こしたと考えています。さあ、皆さんどうですかこの中央の草林はストーパーに見えますかそれとも生命の木に見えますかそれは皆さんの判断に任せます。まあ、これをストーパーという方がおかしいということです。なあち、聖徳太子がですね、えー いわゆる、まあ、ブッダの像、某、像、まあ、りをですね、五重の塔の頭に置くはずがないわけですね。上位。いわゆる、まあ、ミトラの、ミトラの方が上位ですからね。で、もう一回結論を出しますと、これが、まあ、生命の木をまあ、いろいろという形でモチーフとなって表現されています。ここにも描かれてますね。 この生命の木っていうのが、あの、旧約聖書のアダムとイうの、まあ、食べ、食べなかったって言いますかね。知恵の木は食べるんですけどもね。木の実は食べるんですけども、生命の木の実は食べないで、アダム、エデンを追放されます。そしてエデンの東へと、まあ、行くわけですね。これが、生命の木。すなわち、私たちは現在、クリスマスツリーと呼んでいるその木っていうことになります。が、この木は、もともとは、生命の木であるってことになっていくわけです。 で、ここに星がありますね。クリスマスツーリーには、古来より、頂点に星を置きます。なこれはキリスト教の神のを表しているわけであり、ないって一つの証拠になるわけですね。ベートーベンも大工の中でですね、えー いわゆるまあ星空の彼方に星空の彼でっていう形で、えー、いわゆる神々を叩いています。ここに言う星空の彼方星っていうのはこれはミトラ教の言い方であって、キリスト教の言い方でありません。すなわち、えー、まあもっ,ともっと言えばですね、公共曲第9番は、プロメイス参加の歌ということになります。 まあ、ともかくも、五重の塔の、まあ、てっぺんにあるこの草林はですね、まあ、現存する、形として現存する、まあ、クリスマスツリーの中では、世界最古の、世界最古のクリスマスツリーということになります。まあ、いかがですかですから私たちこの日本にですね、世界最古の、まあ、クリスマスツリーが現存しているということになります。まあ、続くビデオは、聖徳太子の謎に迫ったものです。どうかご覧ください。バイ。 Hello, this is Hiroshaya Shi Atago Japan.Mystery of Soul Rain Decoration of the Bakoda in 法隆寺 Temple. 法隆寺五重塔の総隆の謎、えー。今日、法隆寺へ行ってきました。先ほど帰ってきました。で、総隆の写真が手に入りませんでしたので、法隆寺へ行って写真を撮ってきました。 この、まあ、上部にあるのが、これが僧林って言われるものですね。で、この僧林について、まあ、法隆寺の、まあ、<laughs> まあ、そこにいらっしゃいました、僧侶の方にですねこ、あれは何ですかって聞きましたら、あれは、スチューパをかたどったものだと。スチューパーっていうのは、まあ、あの、左のようなものをスチューパーっていうんですね。 で、はあそうですかということを、だったんですけども、えー、アタムさんが、リンは生命の木、tree of life であると主張なさっていらっしゃいます。まあどちらが正しいかということですよね。で、比較してみることにしました。と言いますか、えー、写真が手に入りましたので、皆さんに紹介いたします。検証、まあ旅行をしてきました。で、 法隆寺へ、まあ今日は寒かったですね。え、途中前原のあたりには雪が積もっていました。えー、まあ、肌を切るような風の冷たさを感じました。で、まあ、あの、参拝者もほとんどいなくてですね、えー、まあこうした静かな法隆寺を散策することができました。 で、これがその総輪なんですね。で、比較してみます。これ、まあ、ああの、なんて言いますか。これあの、左が、えー、法隆寺五重の塔の総輪です。で、右の方が、生命の木ですね。tree of life です。で、この、形を見ていただき、 作り方のコンセプトですね。棒がぐるっと伸びて、ぐにゃっと曲がってる。とろに、ここに注意していただきたいんです。あの、先、あの、反対のこの右の方で、くるっと中、内側へ曲がってますね。で、このコンセプトが全く同じな、同じだってことが、ハの今回、今、今日言っていまして、わかりました。えー、皆さん、自身の目でご確認ください。 まあここまで一致してますと、違うという方が無理ですね。はい。ということが確認できました。ただし、本数がですね、えー、法律の五輪、あ五重の塔は、一方が六、六、六で中心にな、もう一本あるわけですね。で、tree of life の方、これはあの、あの、レリーフの一枚ですけども、まあ、このレリーフに関して言えば、二本多いわけですよね。ということで、数が六、七で、 まあ、合いませんでした。まあ、それを除けばですね、まあ、まさに、五、え、重、ー、の塔の方、林はですね、えー、アフラマズダー、そして、エンディル、エンキですね、ごめんなさい。エンキの、キがあ人間をあの、改造したわけですからに、ね、命をか改造して、そしてその、えー、遺伝子操作をして人間を改造したわけですね。ですから、あの、それがあの、 ミトラの流れ、ギリシャ彫刻の流れと繋がっていくわけです。まあ、結論から言いますと、まあ、今日検証旅行に行きまして、えー、これはまさに Tree of Life だということなんですね。えー、これは間違いないですね。と言いますか、なぜじゃあ Tree of Life が法隆時の総理になっているか、言うまでもなく、 聖徳太子が、えー、ミトラ、だったからですね。あれは、大変ミトラの中、ミトラ教の中でも、重要な人物であったからですね。まあ、これがアフラマズダ、もしくはゾラ、ザラストラと言われてますけども、太陽の神ですね。それでミトラが、そこから生まれて、それが、ギリシャ彫刻からガンダーラ、ガンダーラから中国地の、ハンカシーゾへイとながっていくわけです。えー、聖徳太子が、そこにいますね。 で、聖徳太子が、えー、法隆寺を建立し、五重塔を建てて、その、上にですね、草林、まち、あ、ょ、頂上と言いますかね、五重の塔の、てっぺんにですね、えま、ー、やるその、生命の木をかたかたどった、えぇ、林をつけたところで、なんだ、不思議はないということですね。それとも、あ,あなたはですね、 法律寺の住職の方がおっしゃいますように、あ、その方がおっしゃいますように、これはスチューバだと思いますかということなんですね。続くビデオどうかご覧ください。Thank you very much.Bye.Hello.This is Atago.Tube Store in Hiroshaya.Japan.To live life in Japan.God's masterpiece. 生命の木 in 日本神々の芸術。アタゴさんが大変な発見をなさいました。それをここに紹介できることを大変光栄に思います。まず簡単にアタゴさんの説を説明させていただきます。左がバブルノリラシュメールに伝わる生命の木です。そしてその生命の木と日本の五重の塔の先端につけられている 創林とコンセプトが同じだと言われるんですね。で、精査してみましたが、同じです。この創林についていろいろな説がありますが、まあ、結論先に言えば、よくわからないっていうことになっていますね。いろんな説があります。で、これが、あバビロニアのあレリーフですけども、生命の木です。右が法隆寺の、 総林です。数、形、同じですね。もう疑いようがないですね。ということを後で詳しく述べます。が、しかし私は実はですね、今日午後、Tube ストアさんから送っていただきました、このブローチについて調べていました。このブローチがですね、私が持っている、といいますか、森本さとしさんから送っていただきました資料のものよりもね、で、で、ものもよりもはるかに詳しく聖地なんですね。 で、もう一度を比べてみますと、上がノルウェー、下がデンマークで見つかったブローチです。このノルウェーで見つかったブローチは明らかに UFO 型をしています。で、今回、キューブスターさんから送っていただきましたブローチがこのブローチです。そして、デンマークで見つかったブローチです。デンマークというのはもともとこうした銀細工が盛んなところです。10世紀頃作られました。 えっと、デンマークの方はね、左の方は現在メトロポリタン美術館にあるそうですけども、年代はわかりませんが、ほぼ同時期だと思います。そして、4つのリムに黄色い線を重ね、そして、ま、5つの突起物が中央を含めてあるわけですけども、これを比べてみますと、全く同じなんですね。全く同じなんです。ということは、これらのブローチは芸術作品として、 いわゆるその作った人のね、芸術性、創造性に基づいて作られたものではなくて、きちんとしたコンセプト、きちんとした数式、きちんとした、まあ、形式に則っ,って作られたものだということがわかります。ただ一箇所だけこの四角い部分が、左は三、三つの穴、右が四つの穴なんてことになっていますので、ここだけが矛盾しています。が、ともかくも同じものだと。 同じコンセプトで作られたものだということがこれでわかります。すなわち、それだけ重要な意味を持っているということなんですね。上がノルウェーで見つかった UFO 型プローチです。下がチューブスターさんが送ってくださったプローチを横から見たところですね。そしてここに窓らしきものがあるということで私は UFO とまあ関連付けて今まで考えてきました。が、しかしそれ以上の意味があったんですね。それが今回チューブスターさんが新しいのを送ってくださったことで はっきりしました。UFO 型であると同時に、実は、このブローチにはさらに大きな謎が隠されていました。一番上がデンマーク、ノールウェー、そして真ん中がメトロポリタン、現在メトロポリタン美術館に所蔵されています。で、左が私が絵にしたブローチですね。真ん中の一番下を絵にしました。そして右が、えー、スウェーデン、ゴットランドで見つかったブローチです。UFO のナイフと思われます。 こうして並べてみますと、これらのブローチは、まあ、あの、よ、5つのブローチはですね、それぞれ関連性を持っていると思われます。で、tree of life, 生命の木。日本ではほとんど馴染みがありませんけれども、西欧では生命の木っていうのは、まあ、ごく自然な、まあ、信仰の対象となっています。で、こうして線で繋ぎますと、形が浮かび上がってきます。で、これを立てて、そして、生命の木を置いてみますと、 りと重なるんですね。驚きました。右が生命の木です。tree of life です。命の木です。そして左が今回見つかったブローチです。リムの形、穴の形がしっかりわかりますから、こうして線を引くことができました。キューブスターさんどうもありがとうございました。そして比べてみますと、中心部でやや幅が広くなっていますけども、基本的な構図は同じです。なあち、 このブローチは生命の木を表しているということが分かりました。ただ単なる模様ではなかったんですね。ですから、このタイプのブローチはきちんとコンセプトを守りながら作られているということになります。生命の木というのはまさに人間の起源に、まあ、元を置くといいますか。人間の起源を示す木なんですね。人間が延期によって改造された時から、 こうした木があったというふうに考えています。これが Tree of Life ですね。で、生命の木そのものが現在に今も、まあ、半ば信仰的な対象として扱われています。これはまあ、一種の生命の木の模型図ということになりますね。これがバビロニアです。 上に、えー、アフラマズダがいますね。で、こうして人間は創造されたということなんですね。いわゆる遺伝子操作によって作られました。そしてそれが世界中に広がり、そして現在の今至るまで世界中で生命の木を、ま、信仰している人がいて、そして守っている人たちがいるわけですね。これらはすべて tree of life と言われている まあ、なんて言いますか、シンボルの、まあ、模様ですね。まあ、日本ではほとんど知られていませんけども、あの、しかし、まあ、生命の霧で調べますと、ヒットします。ここなんですね。これを見たときに驚きました。アタさんがほぼ同時期に、 情報を送ってくださいました。2015年1月2日のことです。では、アタゴさんの新発見を皆さんに紹介いたします。これも日本の考古学をひっくり返すような新発見です。左が生命の木、そして右が森林です。もう一度、アタゴさんの情報をお読みください。あ2015年の間違いです。 2014になってますけど、2015の間違いです。そこで調べてみましたが、一致しました。右が法隆寺の草林です。その上の方を見てください。 ちょっと影に隠れてますけども、数、形、一致してますね。さらに、拡大しています。間違いありませんね。皆さんご自身でご確認ください。そして、左が薬師寺の総林です。これはパビロニアに残っている生命の木、tree of life です。ぐにゃぐにゃっと曲がっているところ。 そして先のところで、花のように分かれているところ。もう間違いありませんね。で、私は同時にバイキングの謎も、バイキングバックルの謎も解けました。なぜこのような伝えの伝のようなネク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 したその模様があるかってことをずっと疑問に思っていました。右がバイキングバックルです。バイキングバックルは、これは隠れキリシタンのための、いわゆる三美一体の十字架を表すと同時に、 なんと、生命の木を表していたんですね。さらに、アトムさんはこうおっしゃっております。起源は生命の木で、日本の可能性も出てきました。大賛成です。日本の方が古くて、そして、聖地にできているということを皆さん、記憶に留めてください。日本が起源の可能性が大きくなってきました。ということで、568号を送ります。どうかご覧になってください。 アダムさん、チューブサーさん、大発見です。本当に嬉しかったです。と同時にありがとうございました。心からお礼を申し上げます。アダムさん、ありがとうございました。Hello. This is h i r o s h i h a y a s h i h a m a m a s e r i Japan, November 30th, 2013.Here in this、uh, video, I would like to the answer バイキングのバックルの謎解決編このビデオは全3作に続く前 4, 4, 4番目の,あのビデオです皆さんはこれが何だと思いますか考古学者の先生たちはこれをバックルと教えておりますどうしてこれがバックルなんですか いわゆる止め具だというわけですね。では、その答えを、これは何であるか、その答えをお教えします。その前に、えー当、当時ですね、カール大帝は、まあ、10世紀にあのバイキングたちはキリスト教に改修する,前するのですけども、それ以前はですね、えー、キリスト教とカール大帝、キリストあのバイキングとは戦ってたわけです。バイキングは、あの、 世界に侵略すするとったのはそれれが原因だとも言われておりますこれは日本の隠れキリシタンのあーマークです。s e クリス t crash ですね。で、こう仏像の裏にこう十字を掘り込んだり、ということをしていたわけです。まあ、それくらい命がけであったということを皆さん前もってご存知ください。 知っておいてください。もう見つかったら貼り付け、処刑、殺されますからね。この事情はバイキングにとっても同じだったんです。キリスト教はどん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 浸透していったんですね。で、えー、キリスト教徒たちはバイキングの中にあってもですね、隠れて信仰していたわけであります。で、ここでその前に一つ知識ですけども、三位一体たらトリニティの意味ですね。トリニティとは何かというと、父、子、そして精霊の まあ、こってのはキリストなんですねそれ、これがあのトリニティのシンボルマークです。これは現在でも使われております。絵の中に3つの輪が1つになっているということですね。このシンボルマーク、よく覚えておいてくださいね。まあ、これはの正式の、uh, The Trinity シンボルマークです。三味一体という意味ですね。で、この模様とですね、あの先ほどの見せましたバックルですね。まあ、一応バックルとしておきますけれども、この模様と似てるんですよね。 巧みに隠してありりますすそそれはその通りです命がけですから、見つかったら殺されるんですからね、皆さん、いいですか、そしてこの中に十字というものをいっぱい隠したわけであります、これは日本でも同じようなことをやったわけですね、まあ、ざっと数えても13個ありました、えー、13プラス1が2ありますが、ダブってるというかあの、ちょっと怪しげなのがあります、でそしこのマークを見てください、逆さまにしますと、まさに三位一体のマークなんですね。 三つの丸そそしててれれぞれがつながっているとこれはあの現在、三位一体を併ああせ持った十字架です。ホーリークロスと、ね、三位一体を表している十字架です。まあ、あのただの十字架というよりも三位一体をこう融合させた十字架というのもあるわけですね。これがそうですね。三位一体、まさに三位一体をあの一つにした十字架なんです。 で、このマークと、ぐるっと円を描いてますでしょ。ゃその間に、この、何て言いますか、あのー、複雑な模様が書き込んであるわけです。で、この複雑な模様の中に、三密体のシンボルマークを探すことは容易なことではありません。言い換えますと、命がけですからね、皆さん。見つかったら殺されるんですよ。ですから、彼らは、バックルとして、まあ、隠し持ったのです。可能性は高いです。しかし、こうして三密体、十字架と、 あのバックルと比べてみますと、まさにバックルと言われているものが三密体の十字架であることが分かります。上の方には横棒、縦棒もあります。ですから、まあ、今書きましたように、これは生命に関わる問題ですから、まあこのクロスのあーバックルの中にクロスを見つけるのは容易なことではありません。しかしか、まあ これは間違いなく十字架だったんですね。カクリスチャンの十字架でした。バイキングのですよ。続くビデオをどうかご覧ください。Thank you very much for watching. Please enjoy number, uh, this following videos. Thank you very much for further information. Bye.